こんにちは。株式会社 JSS という警備会社をやっている一人ひろきと申します。副業で居酒屋のかくれんぼというお店もやっています。阿部君と初めて会ったのはまさにそのかくれんぼに、共通の友人が連れてきてくれたのが最初だったと思います。まあ出会ってみると共通の知り合いも多いので、いずれにしても出会う運命だったと思っています。君の印象はまず何と言っても好青年、そして初めて会った時から冒険家ということで、質問攻めにした覚えがありますけど、全部きっちり答えてくれるし、彼の話はなんせノンフィクションのさらに 3D もう本当に立体的な話なので、いくら話していても飽きない。一緒に過ごす時間はいつもあっという間に過ぎちゃうと思っています。夢を冒険家阿部君、いよいよ人類未踏の知らせルートで、南極点を目指すということなので、私も心の底から応援しています。ただ皆さんご存知のように南極行くっていうことですと相当費用もかかります。飛行機もチャーターしなきゃいけない。彼は何がすごいって、そういう資金集めと冒険に必要な体力、体作りを同時に進めていることだと思います。で、9月1日から、その資金をクラウドファンディングで、挑戦するってことなので、私も微力ながら協力させていただきたいと思いますが、何卒皆さんもご協力ご支援よろしくお願いいたします。最後に、今回の冒険が成功して阿部君が無事に帰国してくれることを心の底から願っています。ありがとうございました。